こんにちは、ここは小田原駅です。これから東京まで向かいます。で、東京まで行くんだったらば向こうに見えている東海道線、まあ、踊り子とかそれから普通の上の東京ライン的なやつに乗るか、まあ、もしくはこの高架の上におります東海道新幹線に乗っていくというのが普通ですが、実は小田急でも直通で行くことができます。今ちょうど箱根湯本から下ってきた6両編成がもともと小田原で待ち構えていた4両編成に連結を終えたところです。連結は自動的にするんでしょうね、多分ホロの接続まで全部自動なのかな。そうみたいだな。車掌さんも特に何もするつもりはなさそうみたいですからね。これがこの小田原から新宿へ直通するロマンスカー MSC です。まあ、最近私の動画でもまたたびたび登場するロマンスカーですが、小田急のロマンスカーの中で最も広範囲へ足を伸ばしています。小田急の発着駅ターミナルの駅は基本的に新宿ですが、このやってきたメトロ箱根号は途中の代々木上原から新宿とは別の方面へ向かう地下鉄の千代田線に直通し、そして東京足立区の北千住まで行ってしまいます。千代田線を全線走る特急ロマンスカー、全線ではないか、一応綾瀬の方までは行きませんけれど、まあ、ほとんど全部を走るかなり珍しいタイプの特急列車です。発車時刻までホーム前寄りにございます。特急券売機にて空席分の特急券の発売を行っております。なお、この列車は別にこの小田原駅が始発ではなく、名前の通りこの列車の停車駅で言えば一駅お隣の箱根湯本からやってきています。この駅で前寄りの4両と後ろ寄りの6両を連結して10両編成として走ります。さあ、出発時刻になりまして、ちょうどまた向こうからも別の東海道線の電車が出ていきます。あれもそれからこちらも同じように東京方面へ向かいますが、時間はと言いますとこのロマンスカーの方がちょっとかかります。メトロ箱根号の特徴の一つはやはり車内放送かと思います。これは耳を澄ましてよく聞いておくべきです。今皆さんにご覧に入れているこの号車は9号車です。で、私の号車は8号車ということにしています。これ私が8号車を選んだんですけども、事前に座席どこが一番空いているかと調べたら8号車が空いていました。この列車の編成ですが、4両編成と6両編成に分かれていまして、さっき小田原でもともとこの10号車から7号車までが待機していました。そして後から箱根湯本よりやってきた6両編成がこの後ろにガチャンとくっつくような形で10両編成を形成しているわけですが、まあ、どうもロマンスカーは箱根編成の方が小田原からの増結編成よりも需要が大きいようで、まあ、大体小田原で連結して10両となるタイプのロマンスカーであれば7号車、8号車、9号車、10号車を選んだ方が空いています。またやはりロマンスカーの楽しみの一つが心のこもった車内サービスですが、このメトロ箱根では実施をしていないようです。これ車内販売の売店で9号車についているんですけれども、いろいろ置いてはあるんですが営業はしていない様子というか、車内放送で営業していないと言っていました。これは地下鉄線に直通をするからそれで営業をしていないのか、それとも、まあ、一応車内放送ではですね、新型コロナウイルスの感染拡大防止のためという話でして、私が以前調べた時にも、このメトロ箱根号でも車内販売はメニューはちょっと少ないらしいんだけれどもやっているという話でしたので、本当に多分コロナの関係で減ってるんじゃないですかね。多分そうだと思うんですよ。ちなみに小田原東京間の所要時間ですが、これがですね、1時間とおよそ30分、まあ、正確には東京ではなくそこからちょっとだけ離れた、まあ、地下で連結しているのでほとんど同じ駅と言っていいと思いますけれど、地下鉄千代田線の大手町の駅に到着します。さて、小田原東京間の直行の鉄道の移動、まあ、いくつか選択肢があるので並べてみましたが、
一番早く、まあ間違いなく快適なのは東海道新幹線を使うこと。ただ自由席でも3810円の料金がかかります。続いて特急踊り子号というのもあります。これは自由席で行った場合、小田原東京間が3000円です。それらの早い特急列車でなくても、まあ、とりあえずじゃあゆっくり快適に行きたいと思ったら東海道線のグリーン車を買えば、まあ、間違いなく快適な行程になるでしょうけれど、小田原東京間は2520円ということになっています。そして続くこのメトロ箱根号ですが、それらと比べると意外と安くてですね、2160円で東海道線の普通列車より多少遠回りをする分時間がかかってはしまうんですが、しかしグリーン車よりは安いわけです。まあ、もちろん一番安いのは直行で行く場合だと小田原から東京までの東海道線の普通列車を使うこと、もっと安く行こうと思ったら小田急線と、それから他の新宿からの JR に乗り換えるなどすれば値段を下げることはさらにできます。もちろん小田原から東京方面まで途中どこにも止まらないというわけではなく、本厚木とそれから町田、さらに新百合ヶ丘と、まあ、3カ所止まりますので、小田急線内からの主要駅でそのまま東京方面に直通をしたいという人にも便利に使ってもらえるはずです。ちなみにこの車両なんですけど、私知らなかったんですが、これ増備車両なんですね。 MSE ってのは確か2006年かどっかそんぐらいにデビューした車両なんですが、2008年だったかな。これは他の兄弟車両と比べると随分年が若くてまだ新しいというわけです。さて、もうそろそろ本厚木の駅に着きますが、あまりスピードを出していません。さっきからずっとこの調子です。小田急はね、先行の列車にすぐ追いついて速度を落としてしまうということが、まあ、特に副福線区間の外になるとたまに起こるわけですが、まあこれはしょうがないことだし、それからあまり気にするべきことでもないような気がします。ただ別にもう旅行終わってその帰る時のゆったり帰る帰りの特急がそんなにぶっ飛ばしてお客さんを追い急ぎで運ぶ必要ないですからね。それよりもまあ快適でこのゆったりとした走り方の方がむしろ乗り心地が向上していいという考え方もあります。これよく小田急のダイヤの話をするときに、ね、趣味の間でも言われることなんですが、そんなに早くしても実際しょうがないんじゃないか、箱根へ向かうときなんかは早い方がいいだろうということで、新宿発箱根行きのロマンスカーになるともう小田原まで1時間を切るようなすごいやつもいるんですが、どちらかというと帰り道はゆったりと走りがちですし、まあ、だからこそこういったメトロ箱根というものが生まれるってこともあるんだと思います。どっちかといったらそんな急いで帰るっていうよりもゆったり快適に帰れればそれが一番ですからね。こいつだな。今人が乗り込んでましたけど、到着したばっかりってことかな、まあ、そっとも限らないか、まあ、ともかく向こう側に止まっている各駅停車の新宿行き、これがこのロマンスカーの前を押さえていたわけです。本厚木からご乗車のお客様、だから本厚木の駅を出ればスピード勢いを増すはずです。今日ね、なんか向こうに LSD がいた。あ、いなくなってる。さっきいたんですよ。さっきの映像を見てもらっていいですか。あのさっきね、いたんですよ。確かに。あら、車庫の中に入れられてるな。今度この辺りにロマンスカーミュージアムができますからね。エクセだ。これもあと2つしか残っていないそうです。だから乗れたら乗りたいなと思ってたんですが、今日もね、乗ることはできませんでした。エクセといって旧型車が来る確率は現在 30% ほどだそうです。ここにですね、相模大野の工場があるわけですけども、そろそろいるんじゃないかな。さっき行った時は見えたんですよ。あったあったあった。これは2階建てのスーパーシートと RSE だよ。これもレア車両なんですよね。もう今は使ってないそうですが、慌てて喋ったんで何を言ってんだかよくわからない内容になってしまったと思いますが、小田急ではもともと昔から使っていたロマンスカーを全部保存するということをやっていまして、で先ほどお話した通り、最近ロマンスカーミュージアム、小田急版の鉄道博物館を作ることになったので、そこへ向けてですね、車両を続々と引っ張り出しては移動させるということをしています。そしてどうも近日中にかつて沼津へ向かっていた特急ロマンスカー RSE 車両を運搬する予定だそうでして、まあ、見る限りではそうなんですけど、その準備のためでしょうね、多分ね。あそこに今出ている姿を見ることができました。2階建て車両で
2階席は JR 直通もしますんで、グリーン車としての扱いがされていました。2階がスーパーシート、1階席も湘南新宿ラインの、まあ、1階席みたいな感じでしたが、すごい広くて快適な椅子だったそうですよ。さて、小田急線の途中駅としては一番乗降客の多い町田の駅、ここでどれぐらいお客さんが降りるかというのをちょっと見てみようと思うんですが、なんとほとんど降りてしまったな。今ね、多分2人私を含めて3人乗ってるんですけど、さっきは私を含めて7人乗ってましたんで、まあ、7分の4が降りていったわけです。で、お隣の号車もゾロゾロ降りていったみたいですが、あんまりお客さん乗ってないみたいですね、ここから先は。まあ、隣の号車行ったらさっきよりは良かったですけど、でもやっぱ少ないな。便利な列車だと思うんですけどね、ちょっと数が少ないからあまり存在が知られてないみたいなことはあるのかもしれないですけど、ここちなみにあのこっちがですね、箱根湯本からやってきた6両編成で、向こうが小田原発着の4両編成ということで、そのちょうどさっき連結をしていたその中間のところに立っています。あまりまあここには立たない方がいいでしょうね。これ運転台を横から覗き込めるんで面白いんですけど、メーターは動かないんだな。速度計が今何キロ指してるかとか見たら面白いと思ったんですが、ちょうど今連結面のところなので多分出ないようになってんだな。鉄はあの長く編成を連ねていても結局それぞれの車両が別々に揺れますんで、こういう連結面を見てるとね、お互いに別の動き方をしていて結構面白いもんです。でもあんまり揺れないな。保線の状態がいいんでしょうね。とてももっとバッコンバッコン揺れるとこっからの景色も面白くなるんですけれど、さっきここで立ち止まらない方がいいと言ったのもですね、この脇にあのホロがあって、まあ、このホロがあるから私たちは外へ落っこちる心配はないんですけども、まあ、ただやっぱりこういう部分と比べるとどうしてもね、あの他と比べればまあ脆弱性があるのかな。そのまあ小田急がここの整備ちゃんとやってないはずがないから、あの通り抜けるのがあの安全ではあるんですけど、まあとは言ってもあまり乗務員さんたちからするといてほしくはないところだと思いますよ。いい速度で通過すんな。鶴川ですかね、確か急行とかが止まらない駅で一番お客さんが多いそうです。実際発展してるもんな。しかし MSA は本当にもう客室内が静かですよ。寝台車になりますよこれなら。じゃあ入ってみて聞き比べてみてください。さあまた新百合ヶ丘なんですけど、もうそろそろまた前の列車に追いついてきたかな。さっき停車駅新百合ヶ丘って言いましたけど間違えました。成城学園前ですね。ずっとさっきからこの調子で走っておりまして、今度これが向こうが丘遊園ですが、多分向こうが丘遊園からはスピードをバンバン出すように変わるはずです。小田急電鉄はここからまず上り線が2本に増えて、次の上りとからはいよいよ複々線となりますから、ほら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 来ましたよ。このモーターの音を聞いてください。でもいよいよここでスピード出すぞっていう時のその音ですら静かだな。こいつだ、こいつがずっとこのメトロ箱根号の前を押さえていたわけですが、こんなにお客さんがいる、これもすごいな。ああどんどん速くなりますよ。ほらこれで玉川渡ります。ここからがもうしばらくの間はぶっ飛ばすメトロ箱根号に乗っていて一番爽快感を味わえるところになるでしょうね。やっぱりこのように高架線の上を新幹線のように飛ばしながら、脇の駅が新幹線の途中駅のようにして行き過ぎていく、この感じが小田急ロマンスカーの一番の醍醐味かもしれませんね。さあそしてこの成城学園前の駅はあまりロマンスカーが多く止まるところではないんですが、まあ、多分この辺りの人たちの箱根への観光需要を喚起するために止めてるっていうところはあるんでしょうね。あ止まるんだ、じゃあこのロマンスカーに乗って箱根行ってみようってなってくれたら小田急は嬉しいはずです。実際それなりにこの駅で降りていきましたから、やっぱ止めている理由はそれなりにあちゃんと把握してるんだなという感じはします。乗ってくるお客さんいなかったですが、朝の時間帯とかは別でしょうね。
この MSC メトロ箱根号というのは朝にはメトロモーニングウェイというふうに名前を変えて通勤用の特急となりますが、朝はもう切符が売り切れているそうですよ。いつもいつも毎回のことです。さあ車内放送また注意深く聞いてみましょう。成城学園前からご乗車のお客様、ご利用くださいましてありがとうございます。メトロ箱根22号北千住行きです。停車駅は表参道、霞ヶ関、大手町、北千住です。ロマンスカーが通常止まらないような地下鉄線内の駅名が読み上げられました。途中の代々木上原で乗務員交代のため停車いたしますが、ドアは開きませんのでご注意ください。 Welcome aboard the Limited Express Romance Car Metro Hakone。さっきの成城学園前の駅がこの列車にとって最後の小田急線内の停車駅で、今の放送であったように次は代々木上原に止まりますが、ここではドアを開けず東京メトロの乗務員に交代するだけです。もうすぐあそこに新宿が見えるのですが、その新宿には行かないのです。ここでですね、今向こうが新宿方面へ向かう線路ですが、地下鉄千代田線の線路に移りました。代々木上原でドアを開けてもいいんじゃないのとも思ったんですが、このホームドアの関係なのかな、多分そうでしょうね。 MSU は前後の2箇所の扉ですから、多分これに合わせてドアを開けるということはできないのではないかと思います。今後はこういう問題が出てくるわけですよね。そしていよいよこれから先、世にも珍しい地下鉄線に直通をしていく特急専用車両の姿を見ることができます。多分全国で唯一なんじゃないかな、もしかしたら地下鉄を走る特急。あとはまあそれに類するものとしては西武東急などを直通するエストレインが挙げられますか。さあ乗務員交代が済んだようですよ。お隣の号車のお客さんも随分減りましたけれど、一方で新しいお客さんが乗ったりしてるようですね。さあここからどんどん小田急線の外側の本線からは外れて下に下がり始めています。地下鉄線で特急列車を運行しない理由はいろいろありますが、まず地下鉄がそもそも特急を走らせるのに向いていないという、まあ、根本的な問題があります。もっと言えば路面電車と地下鉄って結構役割は似てて、街中の交通なわけですけど、そんな街中の割と短い距離で乗っていくような地下鉄とかの交通手段、そこで速達性とか遠くまで走るような列車を走らせてもしょうがないわけですよね、普通は。まもなく表参道に到着いたします。じゃあなんで小田急では走らせているのかというと、要するに特急ロマンスカーという高い魅力を持っているものをあちこちに走らせることによって、ここからでも箱根へ行けますよ、箱根があなたの旅行の選択肢となるのですよということを、まあ、沿線の人たちにも知ってもらいたいということが大きな理由としてあるのではないかと思います。今右側にちょっとした留置線がありましたね。見えましたか。地下鉄の車両が止まっているのが見えました。東京メトロになって東京メトロの車掌さんが乗り込んできて、そして車内を巡回していました。ちょうど今私の横を一度過ぎ去りました。ここで特急券を持っていないお客さんがいないかどうかをよく確認し、持っていなかった場合には追加の料金と合わせて徴収をするということになるはずです。ただ基本的には乗ってきてほしくないはずです。こまめに止まるし忙しいですからね。地下鉄の中ではやはりこのロマンスカーも割とこまめに止まることになります。というのは東京の都心を走っていますので、需要の大きい駅が多いですから、止められるのであれば少しでも多くの駅に止めたいというふうに思っているはずです。多分そうなんじゃないかな。ただ実際にはそれは無理で、ドアが2つしかないから乗り降りに時間がかかったり、駅で切符を買ったりとか、まあ、そういうさまざまな問題があるので、どの駅でも対応させるというわけにはいきません。地下鉄線内でこのように通過運転をする理由は、所要時間を短縮するためではありません。むしろ所要時間が伸びるのを防ぐための防御的な通過運転という考え方ができるかと思います。普通東京の地下鉄車両には4つ以上のドアが設けられています。そして速やかにドアを開けてお客さんを降ろし、またドアを閉めて速やかに発車をするわけですが、このロマンスカー MSC は2箇所ですので乗り降りに時間がかかります。荷物がある人もいますし、ドアもまた小さいですからね。そしてこういうデッキもあって、また自分の席から立っていく人などもいるわけですので、そうすると乗り降りに時間をかけたら後の列車がずっと使えてしまうわけです。このように停車時間がちょっと長めに取られています。
要はお客さんの乗り降りに時間がかかってもいいようにあらかじめ余裕を組んでいるわけです。この余裕の時間の間に後から走ってくる地下鉄の普通列車が追いついてきます。それに追いつかれてしまうので、また途中の駅を飛ばしながら早く進んでいくということをしています。さあそしてホームドアですが、向こうあのホームドアは閉まっていて、ここにもまたホームドアがあるんですが、こっちも開けることができます。要はこのロマンスカーに対応して特別にホームドアを動かしているわけです。あら、そうだね、後から閉まりますよね。そのためホームドアと車両側の扉がぴったり合う位置でなければ開けることができないそうです。多分だからだと思うんですが、9号車と10号車の乗車位置はここということになっていて、そして、まあ、今私のいるのは9号車なんですけれども、10号車のお客さんはこの9号車の扉から乗り降りをするわけです。多分10号車側のホームドアの位置が合わなかったか、まあ、もしくは何箇所もドアを開けるとお客さんのこそっと料金を払わないで乗り込んでしまうというのを見逃してしまうとか、そういった理由があるのかもしれません。さあ表参道を過ぎまして、次は霞ヶ関です。ともかく地下鉄の駅の中でこういう車両に乗って駅を飛ばしながら行くっていうのは本当に貴重な経験ですからね。もう地下鉄の駅を通過するだけで面白いわけですから、これは一番乗る価値があるなと思います。なんだったらこの地下鉄千代田線内完結で乗ってしまいたいぐらいですが、残念ながらこの千代田線内だけで乗るということはできないようになっています。あくまでこのロマンスカーは箱根もしくは小田急線内の小田原などへ出かけるお客さんのためのもの、そして千代田線の中だけで乗りたいというお客さんが出てくると切符の生産とかに多分面倒をきたしたりすることがあるんでしょうね。だから乗りたくても切符は基本的に売ってもらえません。地下鉄の面白さは、まあ、その一つにこのカーブの多さがあります。地下鉄にはもともと地上にある道路などに沿って用地の買収を簡単にするためにくねくねと曲がって掘られる場合が多いのですが、そうするとロマンスカーがやはりその地下鉄と同じ走り方、ゆっくりと右へ左へカーブをしながら抜けていく、その独特な感じを味わうことができます。でも普通の地下鉄よりすごい静かですね。さすがだなと思いますが、地下鉄乗ってるとね、どうしてもやっぱガガガガガババ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 バみたいな音がしますけども、まあ、速度がちょっと遅めだからっていうこともあるんでしょうが、防音の性能が高く、このデッキの場所ですら、デッキってのは割と外の騒音が入ってくる場所なわけですが、それでも相当いつもより静かに感じます。中に入ればなおさらですよ。すごい静か。本日も特急ロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございました。まもなく霞ヶ関に到着いたします。霞ヶ関の次は基本的に乗ってくるお客さんはいないわけですから、というか絶対にいませんので、必ず駅の到着前に丁寧に乗車のお礼の放送をする、これがまた面白いですね。今通過中のこの駅は赤坂です。本当だったらね、赤坂だってさっき通過した明治神宮前だって止めれば止めた分だけ需要があるにはあるだろうと思うんですが、ちょうどいいその場所を見極めるのも、まあ、難しいことかと思います。である程度それぞれの乗降の駅の間間隔を空けておかないと後からやってくる列車に追いつかれてしまうし、逆に駅をあまりにもたくさん通過しすぎるとさっきのように前を走る地下鉄に追いついてしまうわけですから、結構難しいさじ加減を求められているわけです。今車内放送では何号車のドアが開くという案内をまたしていました。注意深く聞いておかないと最悪の場合は目的の駅で降りることができなくなるかもしれません。今国会議事堂前の駅を通過中です。もちろんこれはロマンスカーですのでトイレがあります。地下鉄でトイレできるなんてこんなないですからね。なんかいつもしないところでしない地下鉄の中でトイレするとね、なんか不思議な感覚ですよ。ここでしちゃっていいのかなみたいな、あなんか今漏らしてんじゃない、ちゃんとズボン下ろしちゃっけなみたいな、なんかそんな感じですよ。本当に僕だけだと思いますけど、お客さんでも丁寧に今案内の放送していて停車時間は長く取っていますが、多分なんですが結構ねみんな車内放送とか案内とかってあんまりしっかりと聞いていないお客さんが多いようなので、まあ、案内はしたんだけれどでも何号車のドアが開くとかいうことを分かってないようなお客さん結構多分いるんじゃないかなと思うんですよね。でそういう人たちが降り逃してしまうのを
避けるための長めの停車時間ということでもあるのではないかと勝手に思っています。これあれなのかな、ホームドアとそれから車両側のドアと多分別々に操作してるんでしょうね。霞ヶ関を出発、ちなみに昔はここで進行方向を折り返して有楽町線に入っていくという変なロマンスカーもありました。そして新木場まで行っていたそうです。変なというけれどすごい乗ってみたかったですけどね。今あそこの壁に緑色のマーカーがしてあったんですが MSE とそこに書いてあってですね、この特急ロマンスカー MSE の停止位置を示すためのものだったのです。さあ次が私の降りる予定の大手町の駅です。 JR 東京駅とも直結しています。そして東京を走るさまざまな地下鉄と連絡をする場所です。だから小田原からどっか地下鉄に乗ってどっかへ行くという前提の移動では、もしかしたら東海道線よりもこっちの方が所要時間は短縮できるかもしれませんね。というかそういう場合は結構多いと思いますよ。さすがにまさにもうここは東京の中枢ですから、主要駅が連続してしまってこの MSE を運転するときにもどこに止めるかっていうのは結構迷ったんではないかなと勝手に思っています。さっきの駅の霞ヶ関、その次が当駅二重橋前、あ、間違えた、日比谷、そして次が二重橋前ですが、どこもお客さんの乗り降りが多いところです。特に二重橋前は実は JR の東京駅に一番近く、歩いて2分ぐらいで東京駅まで行くことができるんですが、二重橋前よりは大手町の方が他の地下鉄線との連絡がいいということでメトロ箱根号の停車駅に選ばれているようです。車掌さんからの案内がありましたけれど、8号車と9号車が開くそうです。まあよかったよかった、そんなの楽々ですよ。あ、 MSE は片側2つドアじゃなくて1つドアか。残っていたお客さんのほとんどがこの大手町で降りていきました。便利な列車なんですけども、あんまりお客さんは乗ってなかったと思うんですよね。もうちょっと増えてもいいと思うんだけどな、楽々ですし。私の乗っていた位置が悪かったのかな。ちなみにこちらですが、ここにですね、あの MSE 車の停止位置などが記されています。今言ってましたね、無理なご乗車をおやめください。乗っちゃいけないんですけどね、乗っちゃいけませんというのに乗りに行くのは、まあ、無理なご乗車のうちに入るでしょう。地下鉄線内に入っていくメトロ箱根号、ここでお客さんのほとんどを降ろし、あとは終点の北千住へ向かいます。もう本当にほとんど乗ってないな。なぜ北千住なのかというと、まあそれは北千住からの需要を拾うってこともあるんでしょうが、それに加えて北千住までこの列車が途中で折り返すような施設は、まあ、基本的にない。まあ施設はあるんですけども、折り返す機会が基本的にはないからです。後の列車がどんどんやってきますからね。 MSE が走り去る音が聞こえてきたかと思ったら、もうすぐに次の列車の風が吹いてきてそこに顔を見せています。さてそして最後尾1号車付近の階段を上がって、まあ、今こういうところにいるわけです。東京駅はここです。かなり近くにあります。地下通路をまっすぐ進んでいけばそのまま JR 東京駅の改札に行けますが、せっかくなのでここから階段を上がって、その上がった先がちょうど今車で隠れちゃって、あまり感動的な絵にならなかったけどな。はい、東京駅でございます。後ろ車いるからちょっとこっち行くか。こうですね、こういう位置関係ですよ。これはもう小田原東京間直通といって問題ないでしょう。便利便利、そして品種情感たっぷりのロマンスカー MSE メトロ箱根号のご紹介でした。ちなみにさっきのロマンスカーの料金ですが、基本的に通常の特急ロマンスカー、まあ、大体新宿からどっかの目的地まで乗った額プラス300円ぐらいでメトロ箱根に乗ることができます。だからまあ300円ぐらいは逆に言うと普通のロマンスカーより高くなるわけでして、それは東京メトロ分の特急料金ということになっていますが、小田急線内だけでロマンスカーに乗る場合うんと安く乗れますので、ぜひ皆さんも気楽な気持ちで乗ってみてください。僕も昔から小田急乗るんだったら、まあ、どうせ乗るんだったら短くてもロマンスカー乗るよなというつもりでですね、積極的に使うことにしています。ではどうもありがとうございました。